酷な刑事、うん、バンってすぐ撃っちゃうみたいなね、バンバンバンってすぐ撃っちゃうみたいなね、犯人には容赦しないみたいな、そういう冷酷な刑事もね、確かにかっこいいですよね。あとスケバンの刑事、うん、お前ら許さんぜよみたいなね、ヨーヨー使うのかな多分ね、うん、あとほろ酔いの刑事、うん、大丈夫、あ突っ込んじゃ危ない、あーダメだ、合ってんの、そこお化け屋敷なんですか、そこそこお化け屋敷になってます、おいおいおい、でもそこ開けると、うん、ちゃんと店員さんが迎えてくれる、あーちゃんとお店にはなってんです、うん、お化け屋敷にはなってんですね、ちゃんとね、でもその店員さん、うん、そこのお化け屋敷の T シャツを着てるんだけど、はい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 、袖から入れ墨が見え隠れしてる、うん、怖いよ怖いよ、怖いでしょ、完全にそっちの人でしょ、うん、誰働かせちゃってんすか、なんすかそれ、蛇の入れ墨が見え隠れ、怖いよ、なんか意味があるんだろうね、蛇にもね、怖いよ、なんだよ、怖いでしょ、あとその人ね、右耳と小指がないから、ね、うん、怖いよ、小指はわかるわいな、右耳どうしたん、怖いな、うわあ、いいじゃないですか、おいしそうな、うまそうねえ、どんだけお金なかったんですか、夏目漱石、だってもう2泊してますからこれで我々ハライチが行ってみ て, て, みてその真実を確かめて、はい、そうですね、その後で警察を呼ぶ、なるほど、見てわかるでしょ、横浜だよ、横浜に来ました、横浜やってまいりましたけども、横浜どうですか、澤部さん、違うんです、岩井君、澤部さん